どうも、テルエモンです。今日なんですけども、Fusion 360のホーム機能について説明していきたいと思います。まず最初ですね、こちらの PDF の資料で説明していきたいと思います。オートデスクのですね、Fusion 360ですが、ハイブリッドモデリングが可能なですね、3CAD になっています。どういったことかと言いますと、3D モデルの種類ですが、Fusion の場合にはですね、ソリッド、サーフェス、メッシュ、今回ご紹介するホームの4つの 3D モデルのデータをですね、扱うことができます。ホームについてはこれから詳しく説明していきますけども、まあ、ソリッドはですね、中身の詰まった体積情報を持ったですね、データになります。で、サーフェスですね、体積情報を持たない、面だけのデータですね。まあ、要は皮みたいなですね、厚みのない面データのみになります。で、メッシュはですね、3D スキャナーで取得したデータですとか、CG のデータですとか、まあ、3D プリンターのデータですね、STL ですとか、OBJ ファイルですとか、そういったものがまあメッシュデータになります。で、今日やっていくのですね、このこちらのホームというものになります。紫色のですね、ボディになりますね。で、詳しく説明していきますと、まあ、ホームモデリングですが、粘土をこねるような感覚ですね、モデルを作成できる機能になります。まあ、形状ですね、何度もドラッグして押したり引いたりして直感的に修正し、まあ、理想の形に仕上げていくことができますと。メニューはですね、こういった、紫色のアイコンになっていますと。で、特徴はですね、ボタン一つでソリッドかサーフェスか、先ほど紹介したものですね、ソリッドかサーフェスすることが可能なので、モデリングの幅を広げることができますよと。で、寸法定義を求めるデザインよりも感覚的にですね、形状を作成する必要がある工業デザイン分野に向いていますと。まあ、寸法定義をするのであれば、ソリッドとかサーフェスで、行った方がいいんですが、まあ、感覚的にですね、こういった、例えば車の座席のシートですとか、こう何ミリ何ミリとか、そういう数値で表せないようなですね、形状を作りたい場合には、こちらのホームモデリング非常に便利になります。で、こちらホームモデリングですが、こちらに書いてありますが、T スプライモデリングとも呼ばれます。ポリゴンモデリングに似ていますが、要は CG のモデリングですね。似てますが、少ない超点数でモデリングすることができる特徴を持っております。で、作業の流れですけれども、上のメニューですね、紫色のアイコン1個あります。こちらですね、もしくはこちらのメニューからホームを作成ですね。こちらのボタンを押すと、ホームのメニューに切り替わりますと。こうですね、切り替わりますと。で、何か形状を作成していきまして、最後ホームを終了ですね、ホームの終了のボタンを押しますと、ソリッドサーフェスボディに変換されますよと。で、こちらアイコンがですね、画面下のところに登録されますので、こちらをダブルクリックして再度編集することができますというところですね。で、ちょっと軽くやっておきますか。で、こうクリックして形状を作成できますと。平面もやってみますか。よいしょ。はい。で、こちらもホームボディですね。で、ホームを終了すると、ソリッドとサーフェスに変換されますと。で、こちらダブルクリックしてですね、再度編集ができまして、ここに形状を修正することができると。そうですね、何回でもこれ修正できるという形ですね。ダブルクリックして、下のタイムラインですね、ここに修正ができると。で、先ほどさらっと説明しましたが、ホームモデリングですね、厚みのない、データの場合には、ホームを使用しますと、サーフェスボディに変換されますと。まあ、もちろんそれにですね、厚みをつけることができまして、厚みをつけるとソリッドボディになりますと。で、ホームが閉じている状態ですね、空間が閉じられて、面で閉じられている場合には、ホームを使用しますと、中身が詰まった体積情報を持ったソリッドボディに変換されますと。で、ソリッドになりますので、通常のソリッドのコマンドで穴を開けたりとかはできるという形ですね。例えば、ちょっと適当に丸書きますね。はい。で、押し出しで、穴を開けれるっていう形ですね。よいしょ。
ここに普通に穴が開けれますと。で、これ今サーフェスですが、厚みをつけて、わかりやすく聞きますか。厚みをつけてソリッドボディにも変換できますよという形です。で、少しですね、具体的にホームの機能をちょっと見ていきたいと思います。ここですね、ホームクリックしますと、ホームメニューに切り替わりますと。で、作成のメニューですね、こちら、なりますが、まあ、直方体を作ったり、さっきちょっと平面作りましたけど、円柱を作ったり、まあ、球だったり、まあ、トーラス、まあ、ドーナツみたいな形状ですね、を作ったりですね、パイプでこう配管みたいなのを作ったりできますと。あと面ですね、多角形の面を作ったりですとか、あとはソリッドとかサーフェスにまで押し出し、回転、スイープロフトもあります。まあ、スケッチを書いて、それを押し出したり、回転させたり、まあ、スイープロフトして、ホームのボディを作成することが、できますよとですね。例えば、こういった、まあ、適当に書きますが、曲線を書いて、これを、まあ、押し出して、押し出しですね。押し出しですね。面を作ることもできます。これが回転ですとか、ロフトスイープでもできるよという形ですね。で、それで修正ですね。修正のメニューについてですけれども、こちら作成したホームモデルを修正しますと。いろんなメニューがあります。今度ちょっと詳しく説明していきますが、例えばホーム編集ですね。一番上にあるホーム編集ですけれども、ホーム編集ではですね、点やエッジ、面を移動、回転、まあ、スケールしてですね、形状を作り込んでいきますと。これですね、ホーム編集。こういった面を選択して、ドラッグして動かしたり、こういった点をドラッグして動かしたり、こういったエッジをですね、ドラッグして動かしたり、まあ、回転とかですね。させたりですとか。ですね。回転させたり、スケールで、よいしょ、スケールここですね。細くしたり、太くしたりですね。できますと。でですね、こちらのちょっとポイントなんですが、推奨設定ですね。ステップ移動のオプションを切るというのが推奨ですかね。こちらチェック入ってますと、こういった面を動かすときにですね、こう、カクカクと、ここの、わかりますかね、今数値ドラッグしてるんですが、5ミリ刻みとか1ミリ刻みで、こう、カクカクした動きになるので、これをスムーズに動かしたいのであれば、ステップ移動のチェックを外してもらうと、もう自由に、こちらのパラメータわかりますかね、自由にこう、カクカクしてスムーズに動かすことができます。なので、このホームモデルやるときはですね、こちらのステップ移動のチェックを外してもらうのが、やりやすいんじゃないかなと思います。このグリッドですね、表示、非表示するところですね、にステップ移動というのがあるので、これをチェック外した方がやりやすいかなと思います。はい。で、先ほどホーム編集ですね、ちょっとざっくりと先ほど説明しましたが、面や線や点をですね、移動させてですね、形状を、感覚的にですね、動かしていって、デザインすることができますと。この矢印は移動ですね。で、この丸いものは回転。で、この線はスケールになりますと。選択して、そうですね。矢印が移動。で、この面もですね、移動になります。この矢印でも動かせますが、この面ですが、この面を自由にこう、ドラッグして動かせます。で、こちら回転ですね。回転。で、スケール。こっちから見たらいいですかね。スケールでこう太くしたり細くしたりできると。これが面、線、点でできますよと。で、移動モードですね。こう、たくさんですね、こう、表示されてるとやりづらいっていう場合には、ここで移動モードを移動だけとか回転とか、スケールだけにこの移動モードを変換することができます。あと、今すべてなってますが、もう点だけを選びたいとかですね、線だけを選びたいとかっていうのはですね、こちらから切り替えることができますと。だから、線を選びたいんだけど、なんかこう、面を間違って選択してしまった場合には、エッジってしてもらうと、このエッジ、線だけを選びやすくなると。はい。で、時々ですね、これ、ずっとオンになってるとやりづらい時あるので、まあ、すべてと戻しておきますね。
座標空間についてちょっと説明をしていきたいと思います。これですね、形状複数選択するとですね、コントロールキーを押しながら選択すると複数選択できます。で、まずこの座標空間、ワールド空間っていうのはこの座標形と一緒ですね。どういうふうに傾けても、この座標空間、通常のこの原点座標空間ですかね、と同じ向きになります。と、一個隣、ビュー空間は、今この見てる状態ですね。見てる状態でこの XY 方向の水平垂直ですね。で、動かすことができます。わかりますね。どう動かしても、必ず矢印こうですね、上横になってると思います。じゃあちょっとワールド空間に戻します。ワールド空間に戻すと、こうですね。こちらと、この右上のビューキューブと同じ向きですね。で、ビュー空間は今見てる状態で縦横というふうに座標を表示させることができます。で、移動させると。移動したり回転ができると。で、もう一つビュー空間の隣ですね、選択空間ですね。で、こちらは、選択要素すべての中心点、平均点に準じるということなので、ここと、こうですね、こことかをクリックしてみますか。ちょっとわかりづらいかもしれないですけども、選択したところの中間ですね、平均を取りますと。じゃあ、ここもクリックしてみますね。ちょっとまた座標空間変わってきますか。ちょっとわかりづらいか。座標の向きは変わってますけど、今選択した要素のちょうど平均のところ、目に対しての垂直の平均のところを取ってくれてるという形ですね。ちょっと円柱でやった方がわかりやすいですかね。例えば、ここと、ここ。で、選択空間ですね。ちょっと半分になるにすればよかったですね。ちょっと分かりづらいか。どうします？半分になるにして、一回半分にしますね。選択空間、ここですね。で、こっち選ぶと平均ですので、こういうちょっとありますね。こちらを選ぶと、こちらも選ぶとこういうちょっとですね。で、こちらも選ぶと平均なので、そしてこの真ん中になると。で、最後、エンティティごとにローカルは、これどうですかね。こちらとはこちらクリックしますと。で、そうするとこの選択空間の場合には、これドラッグするとですね、こうになります。が、ちょっと戻りますね。エンティティごとにローカルというのを選ぶと、今こうになります。この面に対して垂直になりますが、これで例えばですね、この矢印方向に引っ張ってもですね、こっちの面も、このエンティティごとにローカルなので、それぞれの面に対して垂直方向に動くようになります。例えばこれワールド空間にちょっと戻しますと、ちょっと分かりづらいかな。よいしょ。ワールド空間に戻しまして、こちらとこちら。で、こっちに矢印引っ張ると、同じく、こっち、どっちも左行きますね。ただこれ、エンティティごとにローカルにしますと、こっちの矢印引っ張っても、この面に対しての方向ということで、こちらもですね、こっちに動いてきます。これもちょっと選んでみますか。こっちですね。こっちでもやってみましょう。例えば、ここの面、ここの面、この面、この面ですね。で、エンティティごとにローカルですので、こうですね。で、もしこれが普通のワールド座標空間だと、上に引っ張れば全部上、左に引っ張ると全部左ですが、それぞれ面ごとに座標形を向きで動かすことができるよというものになります。まあ、こちらですね。言葉で言うと選択肢のローカル中心を座標に準ずると思いますね。ちょっとわかりづらいかもしれないですけど、それぞれの面ごとに対しての垂直方向の座標形ができて、その方向に動かせる。それぞれ動かせるという形です。はい。では自分で実際にですね、やってみていただくと、感覚わかるんじゃないかなと思います。ちょっと今一回聞いただけですね、なかなか、パッとイメージつかないかもしれないですけど。
いろんな座標系をですね、動かして、その座標空間上で矢印を引っ張ってですね、面や線や点を動かせるという形になります。はい。あと、ホームを編集するのピボット設定ですね。要は座標の位置ですね、について説明していきたいと思います。そうですね、ちょっとわかりやすいように、直方体を作っていきますか。テキストと同じですね。直方体を作っていきます。で、ホーム編集で、この時を押しながら、こちらの面とこちらの面、選択していきます。で、例えばここで回転するときに、今回転中心が今ここになっていて、ここを中心にこう回転をしますけれども、そうですね。これ回転中心を変更したいっていう場合には、このピボット設定のところをクリックしてですね、設定したいところをクリック。で、完了ボタンを押しますと、このピボットっていうのをね、位置を起こすことができます。こっちですね。ピボット設定で一回クリックします。で、ここに移動させたよって一回クリックします。で、完了ボタンを押しますと、今ここが基準になりますね。ここを基準に、こう回転ですね。ここの点を基準にして回転できるようになりますと。ですね。ピボットの位置を動かすことができますよと。先ほどですね、ここの選択した空間だったり、いろいろいじ、選択した面に対してですね、いろいろ設定できましたが、このピボット自体の位置を動かしたい場合には、このピボット設定のところをクリックして、選択して完了ボタンで位置を変更できますというところです。はい。で、このホームページ編集する際ですが、数値入力して、動かしていくこともできます。まあ、基本的には感覚的にこう選択してですね、感覚的にですね、引っ張ってですね、こう動かしていくって形ですが、こちらですね、ホーム編集のところに、数値入力というところですね、こちらありますので、ここに数値を入れてですね、動かしていくことももちろんできますよというところですね。あまり数字的にあまりやることは、ちょっとまあ場面的にはあまりないんじゃないかなと思いますけども、まああと3ミリ動かしたりとかね、そういう時には便利な機能ですね。あとこちらスケールゼロにすることでまっすぐにできますと言いますけども、どういうことかと言いますと、ちょっと後で出てくるんですが、例えばこの H ダブルクリックしますね。で、オルトキーを押しながら矢印引っ張ると、こう面追加することができます。こうですね。ここでちょっと折るときをしながら、こっちにこう引っ張っていきますけども、でもここ波打ってますね。これちょっとまっすぐにしたいときは、このスケールですね。これドラッグぐーっとしてきます。で、まっすぐになってきますね。で、これ数値例えば0を入力します。そうするとフィット。まっすぐの線になるんですね。それでですね、説明しているこちら資料になります。あと複数同時に動かしたい場合ですが、先ほど何回かやってます。コントロールキーを押しながら、選択していくと複数選択できます。あとはダブルクリックですね。ダブルクリックでも選択できます。ダブルクリック。で、こうここに分かれ目のところですね。自動的に選択できませんが、ぐるっと選択できたり、次の、ぶつかるところまでですね。次の分かれ目のところまでぐるっと選択ができます。であとはですね、こちらの線クリックした面選択して、こちらの面、シフトキーを押しながらダブルクリックすると、ぐるっと選べます。で、まあ、上通したいときとかですね、あるかと思うんですけど、そのときはですね、まあ、ここもクリックして、こちらダブルクリックですね。ちょっとこれだと、あまり、イメージがつかないかと思うので、直方体を作りますが、もうちょっと数あった方がいいですね。こちらをちょっとドラッグしていきますか。よいしょ。どうなるわかりますかね。こちらの面を選択して、こちらの面をシフト押しながらダブルクリックすると、よいしょ、こちらの面と、こちらのシフト押しながらダブルクリックですね。にぐるっと選べますと。こちらと、こうしてぐるっと。で、これ上通したかったってなりますと、一旦ここをクリックして、で、ここもクリックしてダブルクリックですね。あ、ごめんなさい。一回、ここシフト教師のダブルクリックかな。こう切って、ここもダブルクリックで。こっちもできちゃいますね。ちょっとこう、うまくいかないときもあるので。こういうときは、まあ、一個一個コントロール教師しながらやっていくような形ですかね。まあ、で、ダブルクリックしながら、線をぐるっと選んだり。あと、シフト教師しながら、クリックして、シフト教師しながら、こちらダブルクリックすると、ぐるっと選べたりしますよ、というところです。
うまくいかないですね。まあ、これだけ一個一個やるしかないってことですね。はい。あとは複数を同時に動かしたい場合ですが、これ左からドラッグ、右からこう、左ドラッグした場合ですね。こう色違うの分かるかと思うんですけども、左から右に持ってたときは、これかなり全部ですね、入った面だけが選択されると。で、右から、まあ面、てか要素ですね。要素が選択できると。で、右から左ですと、ちょっとでも被ってるところはこう選択されますよと。一部でも中に入ってるも選択されますと。で、左から右の場合は、形状が完全に入っている要素のみが選択されますよと。今説明ですね。わかりますかね。右か左ドラッグすると、これちょっとでも被ったらこの三角選ばれますが、左から右だと全部これ入ってないので、この三角は選択されませんよという形になります。はい。あと裏側も選択するときで、裏側もうまく選択できなかったっていうことがあるんですけど、これ今裏側選択できてますけども、時ですね、こちらの選択板の裏側の選択とのチェックが外れている場合があります。そうしますと、これ全部選択したつもりが、裏側ですね、こう選択されてないっていう場合があります。あるいは裏側がうまく選択できてないなっていうときには、こっちのチェック入っているか確認してみてください。はい。あと先ほど少し、やりましたが、オルトキーを押しながらですね、ホーム編集中にオルトキーを押しながらドラッグしますと、面を追加できますよと。こちら線ではやりましたね。こちらのホーム、こっちでいきますか。こういった面ですね。単純にドラッグすると、ここに面が伸びるだけですが、オルトキーを押しながらドラッグしますと、ここに面、まあ、ホーム、セグメントがこう追加されていきますよと。いう形です。あとはですね、この、真ん中のですね、スケールでも追加することができまして、例えば、円柱ですね。であとこう、面がこう塞がれてない状態にした底とか上になるんですけども、ホーム編集で、エッジダブルクリックですね。で、オルトキーを押しながら、この真ん中をぐーっとドラッグするとですね、内側に入れていきます。ぐーっと、よいしょ、入れていくと、ここに面が追加されます。で、ここの部分はホーム白してから蓋をしたり、あの塗りつぶしとかを使ってですね、ここ塞いであげたりですね、してあげると。こんな形ですね。はい。で、このホームをですね、の作業するときに注意点がありまして、自己交差はエラーになりますよ。面と面がですね、交差してしまうと、ホーム終了する際にエラーになるので注意してくださいという形になります。例えばですね、例えばこちらの面でもいいですが、ドラッグすると、こっちに引っ張っていく分にはいくら引っ張ってもらってもいいんですけども、ここに面が、こうですね、交差する、こう貫通してしまうような場合ですと、ホーム終了した際にですね、ここにエラーで、抜けられなくなってしまいますので、面と面が交差しないように注意してくださいというところですね。まあ今、あからさまになんですけども、まあ結構細かい作業なんかしてるとですね、いつの間にか面と面とが交差してしまうという場合があるので注意してください。要は面と面とが交差してしまうと厚みがゼロのところができてしまったりとかですね、してですね、CAD データ、ソリッドデータとかサーフェスデータですね、変換できないというところで、ホーム使用した際にエラーが起きてしまいますので、ご注意ください。そうですね。続いて、修正メニューのところを少し、説明していきます。実際、ホームサークスですね。形状を作った後に、あればここにもちょっとエッジを挿入したいな、線を挿入したいなっていう場合には、こちら、エッジ挿入、再分割挿入点という機能があります。ちょっと適当に作っていきますか。三つぐらいしようかな。はい。これですね。この三つですね。エッジ挿入っていうのは、どれかこうエッジを選んでですね。まあ、ちょっとダブルクリックしますか。で、挿入する位置を選んで、これ挿入できると。で、再分割は、例えばここの面、ちょっと分割したいよってことで選択して、まあ、単純、ただ固定ですね。固定ですと形状は変えずに全体的にこう、エッジを増やしてくれます。あともう一つは挿入点ということで、
ここの点からここの点までところに線を挿入しなさいよと、ようになります。で、今ですね、線が今表示されないんですけど、ちょっと今不具合ですね。これ、多分直ると思うんですけど、本当はですね、こことここを選ぶだけでいいんですけど、すべてのここの通るところをクリックしてあげないんですね。で、これで OK ボタンを押すと、ここに線を挿入できますと。あとは線を挿入した場合にはこの3種類がありますよってことですね。で、あとは、逆に線を削除、面を削除したい場合には、まあ、削除っていうコマンドもあるんですが、基本的にキーボードのデリートキーで削除できます。まあ、ここ削除したいなってデリートキーですね。これ削除できます。で、面も削除できますよというところですね。はい。で、逆にですね、面をですね、塞ぎたいとかっていう場合には、まあ、この辺、エッジを結合、ブリッジ、この辺のコマンドがあります。ちょっといくつか紹介していきますね。こちらをちょっと消していきますか。こんな感じで。例えば、エッジを結合ですと、ここのエッジと、こっちですね、クリックして、ここのエッジを結合させます。ということで、結合させたいですか。ちょっと戻りますね。エッジの結合だと、ブリッジはですね、別なものの方がいいな。ちょっとこっちに持ってきますか。ちょっと待ってくださいね。すいません。ダブルクリックして、ちょっと位置を動かしてます。一回結合してしまう。今ちょっとエッジ結合やりましたね。あとは頂点を接すっていうのもありますね。こことここの頂点を合わせますよと。こことここの頂点を合わせます。こことここの頂点を合わせます。という形で合わせることもできますと。で、ちょっとミラー複製で、ちょっとこちらを、この面で複製していきますね。ちょっとブリッジとの説明したけど、ブリッジって橋ですね。橋なので、例えばここの面とここの面、ここの面とここの面を、まあ、3枚でつなぎなさいよっていうことで、ここに形状をつなぐこともできます。まあ、ブリッジですね。こんな形で、面をですね、まあ、結合って書いてますが、まあ、こう、穴を塞いだりですとか、面と面とこう、つないでいったりとかですね。形状と形状をつないでいくことが、結合していくことができます。大丈夫ですね。つぶして先ほど説明やりましたね。さらっとですが。はい。あと逆に、その溶接されたところ、くっついたところを解除したりとかっていう機能なんかもありますと。あとは続いて、エッジの編集ということで、まあ、折り目というところですね。やっていきます。そうですね。基本的に、このホームモデルで形状を作ると、こう、丸みを帯びた形になるんですけども、折り目っていうのを使いますと、ちょっとすみません。ダブルクリックしていきますね。ここしかないかな。ちょっとダブルクリックで、この辺全部選んでいきますか。一個一個しかいかないかな。最後にここに角が立った形で、折り目をつけることができますと。ちょっと対象クリアしますか。対象クリアして、よいしょ。結局、折り目解除っていうのもあるので、じゃあ、こっちの折り目をちょっと解除していきましょう。同じで折り目解除したりとかですね。あとは、ベベルエッジと言いまして、折り目まではいかないんですが、ここのエッジを、そうですね、こう近づけですね。二つにこうして、ここをこう狭くすることで、キュッとした形になります。ちょっと折り目解除していきますか、こっち。そうですね。こっちがすごく丸くなってるかと思うんですけど、ベベルエッジ使うことで少しキュッとした形になってるかと思います。ここですね。エッジを損して、エッジの間隔を狭くすることで角が立った形状になりますよというところです。こういったエッジのですね、を編集をして折り目をつけたり、ちょっとこう、角が立った形状にですね、していくことができるような機能がこちらに入ってますと。あとは、フォームを整えるということで、スムーズとかですね、形状スムーズ化したり、まあ、こう、延長ですね、こう、機能に整えたりとかですね、な、機能中がついてたりします。ちょっといくつかやっていきますか。ちょっとうまくいくかな。例えば、こういったところを、こう、ちょっとぐにゃっとさせていきますけれども、例えば、これをですね、円柱化っていうのを使って、そうですね、この、キュッと、もしこう、円柱がこう、ガタガタしてる場合には、こう、揃えたりとかですね。直線化っていうのもあるので、ちょっとどうしようかな。ちょっとあえてずらしますか。こんな感じで。
今ずれてますが、直線化で2点とかにしますか。で、こことここ、この直線に合わせたいよということで、これと、これを動かすということで、こう。直線ですね。並ぶようにしたりとかっていう機能がついてますと。あとは、プルっていう機能ですね。用意しました。こういったスキャンした腕のデータですとか取り込んできて、よいしょ、プル。を使うですね、この頂点をですね、この、メッシュのデータとかに、こう、スイッチっていうような形でですね、作ったりすることもできます。修正しなくていいんですが、よいしょ。そして、この面にですね、吸い付いた形ですね、作っていくことができますという形ですね。これにですね、厚みをつけたりとかですね。もできるという形ですね。こうですね。はい。そして今、さらっとやりましたが、厚みという機能ですね。こうやってさ、フォームボディに厚みをつけることができます。で、厚さのタイプですね、シャープ、ここにソフト。で、この面、側面ふさがのエッジなしっていうのを選んだりとかしてですね、厚みつけることができます。で、フリーズという機能ですね、ありますが、基本的にですね、初期設定ですが、面を選択して動かしますと、隣ともう一個隣まで動きますが、例えばこの面動かしたくないよっていうところがあれば、フリーズさせて動かなくさせるっていうことができます。はい。平面で、ちょっとざっくり作りますね。9枚ずつにしますか。こんな形で。はい。で、基本的にはですね、ここに面選択して動かしますと、隣とも一個隣まで動きますと。で、例えばこちらをフリーズっていうのを使って、この面を動かしたくないよというふうにしますと、ではこの面をクリックして全部動かしてみます。ありますね。ここの面は動いてますけど、こちらのここの部分は動かないという形になります。動かしたくない面がある場合、そこにフリーズっていう機能がありますよと。で、フリーズ解除っていうのもあるので、選択してフリーズ解除ですね、させることももちろんできますと。あと、動かしていく範囲ですね、基本的に初期設定が、2面にわたり形状変化していきますが、こちらのソフト修正ところで、変更することもできます。選択します。で、ソフト修正で、範囲ですね。面の数で、例えば3枚までとか、5枚、4枚まで移動できますよと。で、ここに動かしたことができますと。で、これですね、スムーズ、線形、膨らみという形でここに変更することもできますと。はい。ちょっと簡単ですが、ちょっと以上ですね。あとは対称という機能ですね、あります。左右対称にしたり、円形上で、こう、対称関係ですね。円形の関係ですね。で、対称関係をつけることができます。左右対称、円形対称ができますよと。あと、この内部っていうのは、この形状自体に内部的にして対称、円形対称をつけれますし、形状自体を反対側にコピーする複製という機能もありますと。あと、対称クリアですね。まあ、ありますよ、というところですね。ちょっとだけやっていきますか。クワッドボディいきますか。こうですね。ここでミラーなしで、ここでミラーの設定もできるんですけど、この緑なんですね、対象のラインですね。多分ここなしにしておいて、後からこちらからミラー内部で選択して、対象補足をつけて、こうですね。動かせると。こうですね。で、後からクリアもできますよと。はい。で、先ほどさらってやりましたが、複製ってなりますと、これ自体を複製ですね。反対側にこうコピーするよと。ことができますと。さっきここでブリッジやりましたね。ブリッジで。ですね。で、もちろんまだこの対象関係続いてますので、
そうですね。追従して動くと。はい。で、最後ですね、ユーティリティというところになりますが、まあ、ボディ修復均一化ですね。何かですね、ホームボディに、不具合があったりとかする場合に、これ自動的に直してくれるものなので、まず作業したりですとか、最後、ホーム終了ボタンを押す前にですね、じゃあ、ボディ修復というのを行ってください。っていうのが、まあ、推奨ですね、されてます。まあ、自動修復。何問題なければいいんですが、何か問題あればね、ここに赤い、星マークがついたりとかしてですね、自動修復、自動にしてくれます。あと、ま、均一にですね、してくれるというのもあるので、これもですね、まあ、適宜行っていくと思います。あと、T 点、T ポイント、スターポイントを自動的にですね、なんか不具合あるところを直してくれるというのもあったりするので、こちらもですね、行っていただくといいかと思います。ちょっとあまり今日詳しいお話ししませんが、基本的にはボディ修復均一化っていうのをですね、まあ、適宜行って何か作業して問題あるところを自動に修復してくれるものなので、適宜使っていただくといいかと思います。あと変換ですね。まあ、こちらはメッシュボディをホームボディに変換したりですとか、t スプラインを BLEP、まあ、メインデータに変換したりとかする機能になってます。基本ですね、こちら、ホーム終了ボタンを押しますと自動的に、ホームボディから、BLEP 名の変換になりますと。はい。あとは表示モードですね。これ私の YouTube 動画でホームボディやった時、よく行っている作業ですが、通常はこのスムーズ表示になっていますが、Alt1、ユニットで Alt1 を押すとボックス表示になりまして、このボックス表示で作業を押していて、こう目の流れを見ていきましょうっていうのをよくやってますよね。で、それがですね、Alt1、Alt3 でやった方がいいんですが、スムーズに早くできるかと思うんですけど、この表示モードのところがですね、ボディ選択して表示モードを切り替えるってこともできます。ですね、これちょっと一回ホームボディ戻りますか。はい。オルト1を押します。ここにボックス表示になりますね。オルト3、オルト2、オルト1ですね。で、こちらをこの表示モードからボディを選択して、ボックス表示に変換したりとかもできますね。ただまあ、オルト3、オルト1でできるかと思うんで。それやった方が早いかと思います。はい。でですね、まあ、このボックス表示にする理由なんですが、このスムーズ表示だと綺麗に見える面でもですね、実はボックス表示するとガタガタなラインになってたりします。でこのガタガタなラインになってますと、実はこう歪んだ目になっていて、まあ、綺麗な目の流れになってなかったりするので、このボックス表示にしてこの面、ラインがですね、綺麗に流れるようにですね、編集してあげましょうっていうのが、上級的な使い方になります。あと、ゼブラ解析というのはそれで確認できるよと。検査のところにあります。ゼブラ解析。そうですね。これ、縞模様が表示されますと。で、こちらの解析のところにね、保存されています。で、このゼブラスワイプが、整列してないと、滑らかに繋がってなくて、単純に面と面が繋がっているだけだという点連続になります。で、こうしてストライプ揃ってるんですけど、ここが流れるように、流れてなくて、こうカクッとなってる場合ですね。鋭角になってる場合には、接線連続になっていますよと。で、すごいスムーズに流れてる場合には、曲折連続の場合にはですね、このスタイプが綺麗にスムーズに流れているという形になります。こうカクッとなくてですね。これでこう目の流れなんかをチェックするゼブラ解析っていうのがフュージョンには入ってます。はい。まあ、何とかやってますが、今日の最後のまとめになってきますが、ホーム作業してホーム資料していくと、ソリッドとかサービスのメニューに戻りまして、アイコンがここに保存されてますので、これダブルクリックで編集できますよってところですね。はい。あとはですね、このように編集作業、ダブルクリックで編集作業に入った際に、私今チェック外してますか、基本設定ちょっと見ていきますが、ゴースト化されたというのをですね、こちらですね。ゴースト表示ってやりますと、ちょっとここに薄く出てくるかと思うんですけど、一回終了してダブルクリックするときに形状編集するとですね、形状編集する前の形状枠に薄く表示されます。まあ、これを見ながらやりたいという場合にはいいんですが、ちょっと邪魔だよという場合には、ここのチェックを外していただくとですね、こうデザインのところにある更新前ボディをゴーストで非表示のチェックを外してもらうと、この透明なのは、非表示になります。これ結構デフォルト設定で表示になっているので、邪魔な場合にはこちらですね。基本設定からこのデザインってことですね。デザインというところの、こう、透かされた結果のボディを表示のチェックを外してあげてください。
まあ、先方の染めるのが非保湿になりますと。はい、長時間になってきましたけれども、最後、ホームモデリングのゴールデンルールっていうのをちょっと少しお伝えして終わりにしたいと思います。これ、私が考えたわけじゃなくてですね、オートデスク社さんの方で、セミナーの中でですね、お話しされている内容になります。ちょっと私の方でも少しお話しさせていただければと、思います。なので、こちらオートデスクさんのですね、講演の資料の中から、ちょっと引用させていただいているものに、なります。まず一つがですね、まあ、制御点及びエッジの流れに配慮すると。この一番のとこですが、先ほど出ましたね、ガタガタしてますと、良くないですよと。なのでスムーズに流れてるようにしていきましょうと。で、二、必要最低限の制御点及びエッジを利用すると。なので、エッジとかですね、細かすぎると、逆に編集しづらいので、まあ、適度な面の数、面の幅ですよね、あまり細かすぎても良くないよというとこですね。3、曲率の高い部分は制御点をエッジより隣接させると。この丸3のところですが。さっきのベベルエッジのところどこかですね、ありましたが、詳細部分を作りたいところだけですね、線を挿入して作成しましょうというところですね。こういう部分だったり、エッジを挿入して必要なところだけやっていきましょうと。で全部細かしてしまうと、ちょっと逆にやりづらいですよというところですね。やってみたくとわかるんですが。で、まあ、でもなるべく四角面を利用すると。まあ、三角じゃなくて、脚力四角でやっていった方がですね、面下も綺麗に流れますし、面下も綺麗に作れます。三角になってくるとですね、そこに、なんですかね、データが集中してしまってですね、ちょっとそこがこう、ねじれてしまったりですとかしやすくてですね、面が綺麗にできないので、できるだけ四角面を利用しました。で、5番、四角面できない場合はスターポイントが高く面を利用するということを書いてます。丸、7番ですね。スタートポイントに向きの変更と、ここですね。5と7、ちょっと似てるんですが、スターポイントって、まあ、通常はこの四角面なので4つの辺が交わりますが、ここだけ5つの辺が交わってますね。こういったのがスターポイントと言ってまして、どうしてもですね、こう面の流れがこちらと、こっちとこっちですね。で、分かれていく場合はどうしてもこうスターポイントのが出てきますね。5つの辺になってきますと。こういうのを活用して、結局三角じゃなくて、こう、五辺とかですね、そういったスターポイント、スターの形のですね。なので、スターと言ってます。ホタテみたいな感じ、ホタテ、人手みたいな感じですね。なりますが、こういうのを使っていきましょうということですね。で、6番、プロモーションですね、詳細次。まあ、いきなり詳細のところ、頑張って作るよりは、まずはざっくりとですね、全体の形を作って、細かいところはエッジを挿入したりとか、まあ、削除したりとかしながらですね、形状を細かく作っていきましょう。まずは、プロポーション、まあ、全体像が優先で、詳細は次ですよと。で、7番言いますね、スターポイント。で、8番、T ポイントを使用して、詳細への作成。8番ですね。次のページでいきます。T ポイントの要は T の形ですね。多分ここでいくと、さっきの、挿入点で。と、適当に行きます。そうすると、ここですね、ここと、ちょっと分かりやすいですね。ここ T になりましたね。この T ポイントと言います。詳細作りたいところは、こういった線を挿入するので、T ポイントの方が、まあ、自動的に、まあ、自動的にというか、出てきますよね。なので、T ポイントを作って、まあ、詳細作りたいときは、こう、線を挿入したりとかしてですね、エッジを挿入して作っていきましょうというところです。で、5番、四角面にできない場合はスターポイントですね。こういうのを使い、まあ、5つの辺が交わってますが。まあ、作っていくとね、自然にこうなっていくかなとは思いますが、まあ、多分作ってる時に確認してみてください。多分5辺になってますが、まあ、こういうのをうまく作りながらやっていきましょうと。あとは細かいところ、作りたい。曲の高い部分は制御点、一応こう、隣接させる。近づけると、近づけてね、作っていきましょうというところですね。はい。ちょっと難しい話になりました。ちょっと、まあ、ポイントですね。まあ、高度な、フォームをこれからですね、どんどんやっていって、こう、最初ですね、いきなりこういう細かいところを気にしていくと、なかなか難しいかと思うので、まあ、徐々に慣れてきたら、こういうところもちょっと注意しながらですね、やっていただくといいんじゃないかなと思います。はい。で、こちら本当に最後になりますが、まあ、最後のスピードを上げるためにということで、多分上の面にですね、よく使うものをツールバーにピンで固定してもらったり、あと、ショートカットにピンで固定したり、キーボードショートカットを変更をして追加していただくといいんじゃないかなと思います。例えば、よく使うもの。エッジ層によく使うよとあれば、こちらクリックして、ツールバーにピンで固定ですね。エッジを結合よく使う。ショートピン、ショートカットにピンで固定っていうのは、これ、キーボード S キーですね。押した時に出てくるコマンドですね。
ここに登録しましょうと。あとはもうショートカットキーですね。キーボードのショートカットを登録しましょうというところですね。はい、これでちょっと以上になります。ちょっと非常に長時間ちょっと元になりましたけども、オートデスクのフュージョン36のホームモデルですね、ちょっと概要と、まあ、一部細かい機能なんかもですね、紹介させていただきました。こう皆さんがフュージョンのホームモデリングやる上ですね、参考になれば幸いでございます。以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録、よろしくお願いします。